アロハ。アロハ。アロハチック天国です。え、何今の？え？買ったことアロハチック天国だよ。はい。はい。今日はご覧の通り、ちょうどいいところにコストコのロゴが入っておりますが、コストコです。はい。あのね、お買い物したのはもうなんか半年ぐらいぶりじゃない？は？そんな？多分。そんなことないか。そんなことないでしょ。半年はちょっと大げさじゃないかな。いや、多分そうだよ。まあ、5ヶ月ぐらいかな。あ、そうですか。分かんないけど。はい。うん、はい。それで、ええ、買ったものは夏の定番、フードコートで、なんだっけ、ハワイアンピザが、あのパイナップルが乗ってるやつがね、夏になると出るんですけど、うん、それがあると思って来たらなかったんです。もうなくなっちゃいました。ので、それとも、ここの、千葉ニュータウンのコストコは置いてないって、そんなことはないよね。うん、と思うけどね。今まではあったからね。うん。うん、去年とかはね。うん。まあ、なんですけど、あの、ソフトクリームシリーズで。しゃあね、もうこれ。本当はこれとパイナップルのピザの合わせ技で考えてたんですけども。あのね、パイナップルのソフトクリーム。そう。で、ミックスだったんですけども、溶けちゃって。もう、あとか、なんか。写真を見てあれしやった。あ、そうだね。荷物積んでるうちにこんなことになっちゃいまして。はい。はい。そしてこれが。なんかニューアイテムってなってましたね。そう、新商品なのの。ぶどうスムージー。はい。です。来ました。夏っぽいね。アイス、スムージー。スムージー。で、もうあの、パイナップルのソフトクリームのは、べっちょべちょになってきちゃったんで、ちょっと二人であの、落ちないようにって、もう、すでに、この上の部分、いただいちゃって。まあ、もう、あの、溶けてなく、こう、沈んだのもあるんですけど、ね、ちょこっとね。じゃあちょっとこっちブドウのスムージーの方どうぞ。ブドウスムージーいただきます。はい、じゃあパイナップル。あ、普通にブドウスムージー。一番やっちゃいけないレポートの典型的な。すごいブドウですとか言えばいい。どれどれ。あの。パイナップルのソフトクリームは、もう普通にパイナップルのソフトクリーム。いや、これ美味しいよ。こっちの方が好きよ、私。ダメだ、下が溶けちゃって、スムージーじゃなくて普通のブドウジュースになっちゃってる。どっちかというとね。なんか思ったより酸っぱめな。そうそう、大人の味だよね。そうね、うん、あー来るなー、でもこれ頭が痛いらしい。来たジュースなのに。このね、こっちはどうですか？パイナップル。甘さもちょうどよくって、うん、美味しいね。これさ、ミックスじゃなかったら多分もうちょっと酸っぱいよね、このパイナップル。前、だから前はミックス、うん、何のミックス買ったんだっけ？最初はあのコーヒーっていうかカフェラテ。あ、まあカフェラテはあれだったんですけど、その後美味しかったんだよね。なんかまずいのなんか食ったよね。まずくはないんだけど、あ、いちごか。いちごじゃない、なんか薬品っぽい感じのなんか食べたよね、うん、ダメだこれ。だからもうやっぱりフードコートで、うん、フードコートでこの夏は、うん、もう仕方ない。ちょっと表出てまだ10分ぐらいなんですけど、うん、もうすでになんかもう下に行くともうジュースになっちゃうんだよ。やだね、この音が。しょうがないね。美味しいよ、パイナップルは美味しい。さっぱりしてて、だからもっとさっぱりしたい人はあのミックスじゃなくてパイナップルオンリーにしたらいい。ブドウもこの酸っぱさ加減が好きっていう人は全然いいと思うよ、うんうんうん、美味しいよ、美味しい美味しい、うん、美味しいよ。なんかあの自然っぽい感じ。あの子供のジュースのブドウジュースっぽい感じではないよね。大人向けかもしれない、うんうんうん、本当にブドウのなんか、あ、でもあ、うん、来るな、でもこれ、はい、うん、なんか来るで、一応ね、このいつものだからそのピザがなかったからホットドッグをちょっと小腹が空いているので先に食べたいところですけど、溶けちゃうのででもあれですね、やっぱりパイナップルの、夏場にパイナップルの味をやっぱり味わうと、
やっぱりドールプランテーションとかにまた行きたくなりますね。行きたいですね。まあ、決して別にドールプランテーションのパイナップルはそんなに美味しいわけじゃないんですけど。え、嘘。あの雰囲気を。そんなことは なかったと思うけど。あの雰囲気を味わいたい。美味しいと思いますよ。あのもしかしたらこれのバニラも入って、これ甘いじゃない、バニラのアイス。それの後に飲んでるからちょっと酸っぱく感じるのかも。だからパイナップルのソフトクリームもパイナップル、純パイナップルを味わえばいいのに。だってミックスが好きなの。ああ、そうですか。ハッダー。え、うん、はい、そんな感じでございます。だから美味しいね、パイナップルも美味しい。もうアイスはとりあえず新しいのは飲みたいんだけど、もしかしたらこの5ヶ月ぐらい来てなかったと思うから、ここには来てるんだけど中に入ってないからね。だから多分その間になんか違うの出てたかもしれないね。あ、もしかしたらチェックしよう。ソフトクリームも、うん、ね、でも比較的普通に美味しい、うん、これ240円。そう、この量に対してこの240円は美味しい。でもさ、私あの普通のプレーンヨーグルトあるじゃん、プレーンヨーグルトとバニラアイスをこう混ぜて食べるの大好きなの。へえ、すごい美味しいの、うん、それに近いかもこれ。なんかこの近いってどういう味が、味っていうかこのえパイナップルの味するの、そのヨーグルト。違う違う違う、あの酸味がある感じが、うん、で、あのなんていうの、どっちの味もがこう中和されるっていうかさ、うん、甘いバニラがちょっとさっぱりして、うん、で酸っぱいヨーグルトがちょっと甘くなってみたいな、うん、こうなんか何とも言えないケミストリー。以上です。ありがとうございました。ここで終わる。チャンネル登録よろしくお願いします。本当に終わる。ありがとうございました。次回は購入品をちゃんと紹介する動画をね、後編をお楽しみください。はい、グッドボタン。こっちから来る車がさ、勝手に勘違いされちゃうね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。